北風と雪に耐え抜いた鳳仙花はやがて巡り来る春によみがえる。この鳳仙花ポンソヌファの歌は昔も今も韓国朝鮮の人々に愛唱されています。太平洋戦争下の昭和17年、ソプラノ歌手キム・チョネ、金天愛が日比谷公会堂の新人音楽会でこの鳳仙花を歌った時、詰めかけた朝鮮の同胞たちは泣きながらキム・チョネのチマチョゴリにすがりつき、ために彼女の純白のチマチョゴリは涙と手垢で黒ずんだと言います。韓国朝鮮の人にとって鳳仙花とはそのような歌なのです。あなたはこれからの日本はどこの国と一番親しくしていくのが良いと思いますか。全国20歳以上の男女2300人に対するアンケートの結果は、韓国北朝鮮に対する日本人一般の偽らない気持ちを示しています。しかもそういう冷たい感情は朝鮮半島の政情不安が伝えられるたびに増幅されていきます。逆に韓国の世論調査で韓国人もまた日本という国を決して好んでないことがわかるのです。終戦から35年、日本と韓国は依然として近くて遠い国なのです。日本の演歌など悲しいというよりは甘ったるいですね。こっちは苦いですよ。甘ったるいあの悲しみと苦い悲しみとの差異があるんです。だから日本の演歌などを聞けばまぶたに滲む涙ですけれど、韓国の演歌類の流行歌などを聞いておれば、それはまぶたの涙じゃなくて腹底からね、汲み上がってくるその渋さと重みがある、その悲しみなんですよ。日本の作曲家高木東六先生にとっては30年ぶりのソウル訪問です。東六先生の代表作水色のワルツは
韓国人にも懐かしい日本の流行歌です。あの朝鮮動乱の最中、戦火に追われて釜山へと南下する難民たちは、海を隔てた日本のメロディーとも知らず、この曲に親しんだのでした。あれ初めはね、日本の曲か分からなかったんです、私なんかも、ね、私の理想を言えばね、あの歌をね、一度このマダムにね、歌ってほしいと。私한테한번이노래를한국에서한국말로불러줬으면좋겠네요할수도있다고でも私思うのに、このマダムが音楽学校なんか上がらないでよかったね。音楽校上がるというとね、声を訓練する筋金を入れちゃうでしょ。あれでは絶対にね、庶民の心は打たないです。どれ上手く上がるのし。今はですね、韓国で今年と昨年ヒットした曲はですね、やっぱりその流れは演歌です。ビッグヒットはですね。で、バックグラウンドだけグループサウンド形式で持って行くんです、今こちらは。でね、帰れ釜山港だとか、オードギブルもらうろじゃん、霧の葉、演歌です。あれはメロディー自体はですね、でもバックグラウンドだとかポップス調の歌手が歌っただけ。항상저는그소위말하자면演歌라는게우리나라로그조금私は韓国で少し低俗な意味を込めたポンチャクと呼ばれる演歌調の歌を歌っていますが、ポップスなどアメリカやヨーロッパの歌は私たちがどう上手に歌ってもやはり模倣でしかありません。ですから私は自分たちの風土で育った歌を大事にしたいのです。若い歌手たちも自分の国の歌に誇りを持ってほしいと願っています。私とは同じ系統の歌い手だからでしょうか。日本の女性歌手ではやはり美空ひばりさんが好きです。歌はやわらとかリンゴ追い分け、お疲れ様でございました。もう公演終わったばかりです。すみません。なんかこういう雰囲気でね、喋ったことないんですよ。割とテレビって言いますとね、一応落ち着きまして、水でもいっぱいこういただいて、それからあっと決まってね、喋るでしょ。ちょっとこういう雰囲気で喋ることないですからね。何言い出すか分かんないですから、よろしくお願いします。早速ですけどもね、はい、韓国の、僕ら韓国の美空ひばりと呼んでるんですけど、ミニジャさん、有名な方、はいはい、あの方が、日本で好きな歌手は美空ひばりで、はい、で、やわらとリンゴ言い訳が大好きな曲だった。リンゴ言い訳、はい、分かりますけどね、やわらが分かんない。やわらちょっと思いもよらなかったですね、私も
当然悲しい酒なんかお好きだとおっしゃる。そうですね、これはもう分かりますけどね。でもやっぱりね、あの古賀先生がやっぱり自分の第二のふるさとっていうのは韓国だとおっしゃってますからね。やっぱりあの古賀先生の柔らですからね、少しそういう香りがファーッとこう入ってんじゃないですかね。そういうとこがきっと感じるんじゃないでしょうかね。今日私も好きなんですけどね、韓国の歌は。やはり日本人のこの体の中に流れている血と、それから韓国のメロディーというのはですね、なんともこの口では表現できないこのつながりが濃いですね。地方公演の構成の中で歌ってます。だから涙見せないよっていうのはね、あの散りゆく花の心も知らずにすってこういうふうに言うのが美空ひばりの歌い方なんですけどね。散りゆく花のってこういう韓国風に歌ってんです。私はこれもちょっと取り入れてやってみてるんです。これがまたファンの方がなんともこうしびれるらしいんですね。歌謡っていうのはね、一貫してつまり帝国感の裏付けを持ってるんですね。ただ何気ない流行歌でもね、帝国感を持ってるっていうことなんです。でこれはね、日本人と朝鮮人のね、ものの考え方の違いっていうこともあるんですよ。一つはで、まあ簡単に言うならば、日本人はそのものの考え方、つまり発想をですね、これは非常に調和的です。これはね、何でも取り入れてそれを調和させる。ただ朝鮮人はこうよく言いますとね、まあ、論理的なとこがある。つまり常にですね、なぜどうしてっていうことを問うわけですよ。その放浪、なぜ放浪しなきゃならんのか、なぜ他教と比べなきゃならんのか、全部つまり支配者のとこに行くわけですよ。誰に追われたか、そうそう、誰に追われたか。日本と韓国は近くて遠い国などと呼ばれるようになったのでしょうか。歴史をはるかに遡ってみても、朝鮮民族を最も苦しめた国の一つが日本でした。明治の日本が朝鮮半島をどのような手段で手に入れたか、韓国朝鮮の子らは小学校の頃から学んでいます。西暦1910年、明治43年8月、日本の韓国併合に関する条約が調印され、2000万の国民を有する韓国、正式名称大韓帝国は日本の植民地となったのです。以来日本敗戦に至るまでの36年間、いわゆる日帝36年の朝鮮民族苦難の歴史は始まりました。韓国を併合した日本は、今のソウルに朝鮮総督府を置いて、朝鮮全土のほぼ半分の土地を買い占め、地下資源、鉄道、港湾、通信等を一手に握りました。
らん歌詞でね、遠い日本が憎うてならぬ、花の嫁子が食われじぬ、この労働者たちがな、書いてくだされ、またあの鬼に稲もそっくり取られたと。この鬼ってのは東洋拓殖会社のことを言ってるわけです。東拓が、日本政府の手先となってする農民の土地を取り上げ、どうせ取れても食われぬ米よ、ママよ日照りで稲からせ。日本文化の流入は民族固有の文化を否応なく侵食していきました。尾崎紅葉の金色夜叉も新派悲劇張昆武チャンハンモンとして翻案されます。熱海の海岸ならぬ大道高架藩を散歩するイースンネルとシムスネの秘伝物語は民衆の涙を誘いました。대동강변부병루에산보하는이수일가심수내양인이로다포보행진산보함도오날뿐이요자전차타고산보함도오날뿐이다공부하는청년들아너의직분잊지마라새벽다른넘어가고동천초일비춰온다鉄道の敷設は朝鮮半島の資源を輸出し中国大陸への進出の大動脈として欠かせないものでした。この鉄道工事に駆り出されたのも土地を失い一家離散の運命を味わった人々でした。人間が作った機械はみんな物騒ですけれど、汽車はロマン的です。しかし韓国ではちょっと違ってあのフィーリングを持ってあの汽車を受けたわけなんです。なぜかといえば汽車に乗ってくる人たちはみんな狼のようにね、田舎に来て出立したり、略奪といいますか、そういったあのそこにあの日本のその勢力もあるんですけれど、日本人ですけれど、汽車に乗なかんだ포슬비를해치고정등땅뒤에두고떠나는이미요悲しいですねこの歌は。汽車に乗っていく人たちはみんな故郷の主張を失って見知らぬ国に労務者としてみんな行かなければならなかった。だから村の子供たちはですね、自分の兄を奪っていったり、または自分のその姉ちゃんを苦しめたり、そういう記憶があるんですから、村の子供たちはね、汽車がずっと走ってきてれば、今はそうじゃないんですけれど、必ずそこにあの意外なその祝祭をするわけなんです。独特なあの韓国の子供たちのもうこんな手をね、こんなにやってですね、それはあの無意識的な反抗なんですよ。だから最もその近代化の象徴である、最もロマンチックないろいろなあの、エピソードがあるあんな汽車も韓国の暗い歴史では、そのものが一つの刺激的なエピソードとして、私たちの胸を走っていったわけなんです。我らはここに我が朝鮮の独立と朝鮮人民の自由民たることを宣言する。1919年、大正8年の3月1日、独立万歳を叫ぶ数千の群衆は
国旗を振りながらソウル市内をデモ行進し、この動きは朝鮮全土に波及、延べ200万の市民がこれに加わりました。しかしこの運動に対する弾圧も凄まじいものでした。当時の日本はといえば大正デモクラシー華やかなりし頃です。けれども自分たち日本人の罪を許せと頭を垂れる知識人は日本にはいませんでした。一人柳宗悦という朝鮮芸術の研究家を除いて、三一独立運動への弾圧がなお続く大正8年5月、柳が読売新聞に連載した「朝鮮人を思う」と題する文章は、翌9年の4月、ソウルの東亜日報にその一部が掲載されました。我々日本人が今朝鮮人の立場にいると仮定してみたい。おそらく義憤好きな我々日本人こそ最も多く暴動を企てる仲間であろう。ある道徳家はこの時こそ獅子烈女の理想を果たす時だと叫ぶであろう。我が子とならぬゆえに、ただそれを暴動だと言って罵るのである。日本は多額の金と軍隊と政治家等を朝鮮に送ったであろうが、いつ心の愛を送った場合があろうか。朝鮮の人々よ、我々の国が正しい人道を踏んでいないという明らかな反省が我々の間にあることを知ってほしい。道場というようなものが、うん、逆にそれが反感を買うということが再三感じありましたね。けど柳さんのような場合は、これはおそらく韓国人誰一人反感を持った人がいません。ああいう民族感情の非常に激しい時ではあったけれども、それを見分けるだけの目は韓国人にあったわけです。当時日本にも白樺派をはじめ、まあ、人道主義を標榜する文人知識人たちがいっぱいいたわけです。個人的にはまあ尊敬できる人たちが、例えば、まあ、志賀直哉、武者の小泉実篤、といったような人たち、目の前に漢民族がああいうふうに虐げられ血を流していても、それに対しては、うん、ただの一言も触れた人がいない。こんなバカな話はないんで。韓国でね、折檻する亭主よりも仲裁する舅が憎いっていうようなことわざがありますが、軍閥とか剣を腰にガチャつかせるそういう連中は、言うならば強盗のごときものなんで、諦めもつく。ところが、かわいいかわいいよしよしって言いながら猫なで声でこの、変な役にも立たない人道主義を振り回す、そういうことに対して一種のこう、反感を感じる。これ屈折のある韓国人の心理でないとそこまでは理解できない。でも具体的に一体彼ら何をしたか、トルストイにもなりきれず、憲兵にもなりきれず、その宙ぶらりんなところでマスターベーションをしてたのが当時の白樺派じゃないかというふうな考え方もありうるわけです。上下껍질주소모와마음을수놓고영원토록변치말자맹세한사람라라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 어가는날에추억에잠겨나홀로있네ニューミュージックが盛んな韓国でも古くから歌い継がれた。ダンコドンドンドンヨラソノントナンドさて、土地を奪われた農民は仕事を求めて釜山から下関へと向かいました。何かしら説明はできないけれど、あの連絡船の歌っていうのは僕の心に響いたんですね。で僕は覚えました。それを頼む。
ゃん僕歌う。三コードンウルロンウルロン연락서는떠난다잘있어잘갔어눈물젖은손쓰고기대기도고에기대기도고에남이다노하도바니こういうまあフェリーがえらま綺麗なできましたけど、はい、昔の還付連絡船の思い出ってのはいかがですか。それはですね、働いてですね1年、そしてその頼もしとかいろんなものをやってですね、1年に里帰りするのが楽しみでね、一生懸命働いてやっちゃった。頼もしくでお金を貯めるわけですね。そうです。それを下ろしてね、1年に1回ずつね、必ず里帰りをやる。あの上へなるとですね、憲兵隊エラ方様が乗って、下は私で倉庫にゴロゴロっとしてきたあれだけなんですね。あれ思い出しかありません。住めば都と言いますけどね、日本によってもやっぱりね、あの自分の祖国のね故郷へ帰るのはもう何よりの楽しみですね。それは本当に。そして明日は明日の花なってしこって、明日の風が吹くというみたいにね、そして働いて子供を成長させてね、学校にみんなね、日本人同様一つも変わらんように子供にもね学問を与えて、今日それだけのまあ苦労を重ねてやってきたわけですね、はい、いい旅をされますように。どうも、はい、どうも。じゃあ、さよなら。はい、じゃあどうも、用事して、はい、はい、ありがとうございました。波荒い玄界灘を渡る12時間の船旅の後、人々は日本全土へ散って行きました。そして日本敗戦後も故国に家や身寄りのない人々、帰るに帰れぬ事情のある人々はそのまま留まりました。取材スタッフはこの在日の韓国朝鮮の人々に自慢の喉を披露してもらおうとカラオケのセットを持ち込んだのです。在日の二世はなかなか達者なものですが、一世となると日本のカラオケ文化を受け付けません。たとえ伴奏に景気道風のアリランが流れていようと、私は断然故郷密陽のアリランを歌うといった具合です。また一人第二の理性愛イーソンネを目指して演歌を歌う歌手が日本レコード界に登場です。恋
そうだ、古賀政男さんってご存知？ご存じます。もうご存じますよく知ってます、よく知ってる。はい、もう韓国で子供の時ね、韓国で育った方でしょ。そうそうそう。だごにさらにおりよ。日韓歌謡の共通部分を語るとき、いつも引き合いに出される古賀メロディーですが、解放前韓国の古賀政男と歌われた僕ゼシュン、パク・シチュン先生の曲にも確かに古賀メロディーと共通するものを感じさせます。だからね、韓国の作曲家はね、古賀メロディー風なものを作るとほとんどヒットしたんですよ。それはしかし日本の統治下の時代でございます、ね、時代、それ以前のことは知らないです僕は、うん、ということは統治下の時代の場合、やおなしに、まあ日本の、つまりやおなしじゃないんですよ、やっぱり受けるんですよ。それやっぱり影響は受けられましたか？先輩です、古賀先生は。私作曲を勉強した時から何か知らんけども、やっぱりこう古賀さんのメロディーみたいのが出てきたです。捨てたい面影が全然違うと思うんですよ。今更韓国に演歌の源流があるなんていうことを言うのはバカバカしくってね。その韓国の演歌っていうのは、その明治、日本が韓国を統治した時に副産物として日本に演歌が韓国に残していった遺産なんです。それでその時にまあ同じようなものを作ったし、同じものを強要された時代もあるし、たまたま古賀先生がその韓国で幼年時代少年時代を過ごして、ここの前林商業出られてに行って、それで酒は涙かため息か とかいろんなその大変な曲を発表したんで、きっとこれは韓国から来たもんだというふうに言ってるらしいんですが、そういった玄関の原理があったとは思われません。あるわけがないんですよこれは、そんな それがね、一人が言うとね、わっとみんな言ってね、それでないとなんか生きてないようなね、そんな風潮がどこの国にもあるんですよね。現在日本に住む韓国朝鮮人はおよそ65万。しかし敗戦前、日本本土だけで200数十万人もの人が住んでいました。その人々の心の安らぎとなったのはやはり歌でした。この牧野さんの倉庫には戦前の朝鮮語版のレコード原版が600枚も眠っています。これらのほとんどは朝鮮から歌手を呼び寄せ、関西地方で吹き込まれたものです。みんな人一つに思い出が深いんじゃないですか？はい、深いも深いも、それはもう涙がちょちょ切れますよ、これ見てたら。これをね、牧野さん、今ね、起こして、再度、LP にして、売るということは、それは売れない事情があるんですよ。65万人という人がね、木村さん、京阪神だけに集まって住んどるなら、これ商売いけるでしょうね。牧野さんのお仕事がね。そうそう。ところがまた太平洋岸にちょぼっと、日本海沿岸、四国、九州、里は、果てはまた北海道までバラバラバラでしょう。ですからレコードの5万や6万円の代金をね、回収にかまって持って歩けますから、また社会方針になりませんよ。これは日本人峰徳一、芸名リック・ミネがサム・チャヨルと名乗り朝鮮語で吹き込んだ珍しいレコードです。
昭和の初め、競ってソウルに支店を開いた日本のレコード会社は、流行歌から軍歌、民謡に新民謡、浪曲、そしてジャズに至るまで半島全土へレコードを売り広げました。はい、ここはテープチェさん、大体何枚？もう5、6万枚あるじゃないですか。5、6万枚ですか。LP、ほとんど LP、みんな LP ですね。LP ですね。SP はもう来ますね。手つかないから聞かせていただきます。そうですか。ミスター、すごいです。じゃあこの中でどっちだったかな。これ先生、あの反りの鈴さえ、あ、そうですね。あの曲なんですよ。では解放前の、つまり戦前の韓国の流行歌は日本流行歌の亜流に過ぎないのでしょうか。日本の統治下にあった韓国の作家たちの作品というのは、一つの、勝者と敗者、あるいは押さえつけたものと押さえつけられたものの違いが出てきました。例えばですね、国境の町の日本人の気持ちというのは、これは勝者の気持ちなんです。そこにその領土をこう広げていた。ですから日本の当時の演歌の方がもっと優しいし、キメが細やかだし、温かいし、韓国の場合はどん底まで行き詰めているし、いい歌いっぱい作ってるでしょ。イーさんね、自分たち韓国人、朝鮮人の民族性というものは本質的にはメロなんだ、明るいんだと、あなた信じますか。信ずるね、僕は信ずる。明るくない人間はね、こういうふうに悲しい歌をね、長く長くね、歌えない。悲しい、人間が暗、もともと暗い人間だったらね、こういう悲しい歌をね、長くは歌えない。その民族は滅びてると思う。だからね、僕の民族っていうのはね、こんな悲しいと思われる歌を歌うけれど、逆にね、その悲しみをね、本当に愛し、で悲しみだけじゃなくて生きられる強さがあるから、こういう歌をね、歌ってるんだと思うんだよ、僕は。そうでないとどうして生きてられないですよ。みんな絶望ですよ。全部自殺ですよ。自殺してないでしょ、我が民族。自殺しない民族だと言われていますよ。ある意味ではね、死にきれないから生き残ってきた民族でもあるよ。だけど死にきれないということはね、死に生き延びるためのね、何かを必要とした、これが歌だった。だからその
ストレートには悲しくなるよ、歌そのものは。だけど悲しみに終わらない強さ、怒り、優しさがあるんじゃないでしょうかね。僕はそう思ってるんだよ。だから絶対にね、僕の民族というのは明るいと思う、明るいと思う。朝鮮半島でも特に肥沃なコナム地方の木や綿はこのモッポの港から日本へと積み出されました。また土地を失った農民たちもこの港から日本や中国東北へと移住していきました。この国の遊びとはすぐに歌を歌うことであるとも言われます。興に乗ると老若男女両肩でリズムを取りながら次々にお箱を披露して飽きることがありません。ありますけれど、そこに流れておる感情とかその味というものは、韓国人によく通じておる韓の世界じゃないか、韓の世界ですね。日本の漢字ではですね、韓と縁と、それは音読は違うんですけれど、訓読をすれば訓読みにしてみれば同じ恨みでしょ。しかし韓国人においては韓と縁、コント縁とは随分違っておるんです。だから木砲の涙とか宇田のそこに流れておる悲しみは日本の縁の世界、または日本的な悲しみとはちょっと違うものではないかと思います。日本の演歌の世界なんか違う、はい、そうです。私はその日本の映画とか劇とか小説を読んで、これはちょっと違うなというものはですね、復讐団が多いわけなんです。その縁ですね、縁を晴らすんです、はい。それは韓国の方では縁を晴らすよりも
そのうちに冷たくその積もった雪を溶かすものが重要なんです。その時にあれが根、歯になってくるんです。これは歯は歯に、目は目にして、これを復讐してみたいというのが正義の目的にはならないんですと。しかし先生、はい、少なくともやはり日程36年というものに対する憎しみというものは消えないでしょう、はい、そうですね。でもちょっとこれは変な話ですけれど、激しくその抵抗した割合に見れば、今日本の観光客たちがですね、韓国の村でその殴られたり復讐されたり、そういう話は滅多にないでしょう。今もですね、自分の父母が日本の憲兵に虐殺されたり、悲惨な終わりをしたり、そういう経験を持った人たちが今も随分多いわけなんです。しかし日本のあんな数多い、観光ですか、観光客さんたちが肌をね、悠々と立ててでですね、いろんなその農村を回っても誰一人それを襲撃したり何か悪いことをしたりしません。藩というものは復讐するものではないんですよ。復讐だけでは根が張られないんです。藩が流行歌に込めた歌のね、恨み、根、藩でもね、結局もね、やっぱりその恨みっていうのはたまりたま積もってさ、恨みになったんだから、それはね、なんで晴らすかって言ったら、幸せになることで晴らしたいわけよ。例えばね、僕の親父が僕がちゃっこい時にね、こう言ってましたけど、愛語言わんするぬがかんぬんがって言ってましたよ。これは訳しますと、この俺の恨みをね、誰が晴らしてくれるのかって言うんです。こうね、売りにつけて親父たちはね、こう酒飲むわけよ。あ、いいんだよな自分の思いの深さみたいのがね、わーって出たよ。キンキンなーれなんとか言いながらね、歌った。それでそういう祖国の歌を日本という異教でね、しかも植民地時代に歌った、あの思いの深さをね、受け継ぐべきだよ。本当僕はそういう気がしてならない。大変さりよてるか、そこばせおぼに、太平洋戦争が始まると、この戦争の影響は朝鮮半島を覆い、国家総動員という旗のもとに、文学者も音楽家も、そしてレコード界も戦時体制への協力を強いられることになります。戦時歌謡と言いますか。そう、戦時歌謡いっぱいありますよ。そういうこと、ちょっと待って、戦意高揚の歌みたいなのが結構あるんでございますか。あります、あります、あります。九時半に大地の港、思い出の心の違いは、アリラン満州、希望の大陸、一億総進軍ね、まあここらが典型的なものです、はい、いいですか。それと、夜の港、吹雪の進軍ね、吹雪の進 軍ね、志願兵の妻、はい、こういったものがどうしてもね、お世辞にでも作らなきゃならんくなってきたんですよ。もうこの辺りは、いいですか。あった、決戦太平洋、一億総進軍。おナムさん、せっかく来ていただいてるんですけど、おナムさんに一曲お願いしたいんです、これは最近あんまり歌わないからそうでしょうね、こういう歌歌えるかと思うんですがねこの歌はですね、人気のあった歌手を白年節ペンギョルソースに歌わせた、息子の結晶、韓国の言葉でアドレヒョルソですね。じゃあ、ナムさん、教師ねえ、はい、プロージ、ねはい、すいません、はい、どうも、なんか時期外れで申し訳ないんですけど、あのプロージそうそう、어머님전에이글어를쓰옵나니병정이되온것도어머님은혜나라에바친목숨환고향하월적에는쏟아지는
ちょったなれ中をそかおりた。あの時は久米先生の一人で2ヶ月間毎日あの JOTK 今の KBS でですね、あの時は録音がないんですから毎日生放送で毎日60日間歌ったわけですよ、行ったり来たりでね。時代によってですね、やっぱり歌が変わると、うん、大東亜戦争の時はなんか大東亜戦争に合うようなね、息子の家人見に会いましたあの検閲でああいう歌作らないとね、検閲でこうかかって、やれないです、やれない、気がついて朝鮮同胞に対する朝衛星実地を記念、内戦は高度靖国の社頭に米英撃滅の誓いを宣布。朝鮮同胞諸君は一致同人の兵士を包帯して報告日本の理想でありまする発行流の兵の完遂に貢献してまいりましたことは三十数年に及ぶのであります。この忠誠に報いここに徴兵制を施行せられるに至ったものと存じます。天皇陛下御茶御茶御茶。1942年、昭和17年秋には朝鮮文字つまりハングルの整理や辞典編纂を進めていた朝鮮語学会29人の会員が投獄され拷問を受ける事件が起きました。当然朝鮮民族に朝鮮語を研究する学会があって叱るべきで、これを一種の愛国運動と解釈して、この人たちをね、逆さずりにかける熱い湯に塩を混ぜて鼻からつぎ込む、もちろん叩く、ぶつ、こういうことは全く悪が逆非道ということはもうそういう表現が足らないくらいの拷問な仕方をした。それから日本の、まあ、多くの人たちにもこれは馴染みの薄い名前ですが、李光洙という名前はご存知でしょうか。一つの国民全体にこれほどの感化力を及ぼした文学者というのは日本にもいませんよ。言うならばその文学者にして、インドにおけるガンジのような役割を民衆がその人に感じていた、そういう人物ですがね。李光洙、イ・クァンスと読みます。朝鮮現代文学の先駆者であり民族独立運動の指導者としても民衆の信頼を集める作家でした。歴史家よ、君の歴史は嘘っぱち、我らの愛が記されてない歴史、そんな歴史があるものか。我らの愛の破綻が記されてない歴史、そんな歴史は知れたことさ、嘘八百さ。その李光洙、イ・クァンスが太平洋戦争下上海からソウルへ帰って朝鮮日報の副社長の椅子に着きました。それからの彼は朝鮮文人報告会の会長として学徒出陣奨励の先頭に立ち、明治大学で講演会を開くなど日本への全面的協力者に変貌したのです。朝鮮民衆の彼への尊敬は憎しみと軽蔑に変わりました。この人ほど文学を通してこの民族と深いつながりを持った人がないんですが、それが最後に民族の反逆者だということで、終戦前後の民衆から大変な迫害を受けて、石つぶてを受けて、そしておまけに緑牛動乱の時には鍛えられされた、そういう人物ですがね、私お話ししたいのは
最近びっくりするような詩を一つ発見したんです。挑戦を捨てよ、挑戦の見えないところに行って慟哭しながら死の、この物の毛に取りつかれた、この虚像ばかり追いかけているこの民族を、あれは最後の章は奥さんにでも呼びかけてるんですか。だが、そうは言うもん、この虚像ばかり追いかけてるこの腹からをどうしましょう、どうしよう、挑戦の見えないところへ行って慟哭しながら世を果てよう。君先生ね、挑戦を捨てようというその言葉、やはり挑戦は非常にその愛してるってところから挨拶にいられないっていうことのね、反語ですよね。僕はエレジー好きだけれど、僕は民族反逆者として国民中の味方をした人間をどうして許せますか。僕許せないです、そんなのは許せないです、そんなのは、そのことと今の時代においてはね、イーさんはどう、利己主という存在について同情を禁じ得ない、禁じ得ないね、僕は禁じ得ない、批判するところはするよ。たまたま理工主っていうのはあの時代にね、日本が我が国を植民地化してね、なんかのチャンピオンを作り上げるために一生懸命に理工主をそこに変えていったわけ。理工主は抵抗したんだけど、結局は球場の前行ってみそぎまでやったでしょ。しかしこれは理工主の人間的な限界であると同時に、我が民族の当時の一般的な限界でもあったわけですよ。だから理工主は文学者としては悲惨に終わったわけね。やっぱり涙はね流れるよ。次の歌を歌おうか、いくらでも歌うぞ。人が心肝運動へ단풍이물들고눈물긴두만강에밤새가우니떠나간그님이보고싶구려그리운내님이여언제나오려나これは禁止されて歌えらなかったわけですよ。民族の悲しみを歌ってると。そしてそれで、禁止されてました。しかしこれが、最初に発売されて、先生が歌われて、その時の反響はやっぱり、それはもうその方ですよ。今なりも私は日本に行って教皇のために歌う時はありますけどね、みんなこの歌を歌えば泣いてくださるんですよ。それでやはりその国のことを思い出してね、みんなが泣いて、그리운내님이여日本の敗戦で朝鮮全土は解放と独立の喜びに包まれました。やがて来る祖国分断、民族同士血で血を洗う悲劇など思いもよらず、本当私日の丸は自分の国の国旗と思ってたんです。自分の国の国旗というものは全然見たことありませんよ。それがその20年ですね、8月15日天皇陛下その何した時に、うちの姉がお兄さんがこう棒でこう書いてですね、これが私たちのその国の国旗じゃよって涙ポコッと流したんですよね。それで私たちも、自分の国があったかねとっていうことでですね、一緒に涙流したんですよね。
진 가지에다가 모정 세월 한 허리 인도 연하매 연하 볼까 에헤헤요 봄버들도 못 믿으리로다 불안한 적이 이제 물은 흘러 흘러서 가노라 이지랑 말이었어 これはどういう歌なんですか。わかります。わかりませんって。韓国の民謡でしょ。言葉としてはこう通じますか。わからないで歌ってるわけ。わからないで。歌詞はどういう文句なんですか。それが日本語で説明しようと言ったらできないんですね。説明できないんです。韓国朝鮮の人々が不安と絶望の中で降り立った下関の町も今はすっかり様変わりし港近くの食堂では顔なじみになった韓国漁船の船員たちが食事のひとときを過ごす光景も見受けられます。日本に支配された36年さらに解放後35年を経た今日在日の人々のうち 80% ほどが日本で生まれ育った世代で占められるようになりました。彼ら若い世代には父や母が海を隔てた異教で守り抜いてきた生活信条とは別の意識も生まれました。ありがとうございます。トラジトラジ白いトラジ可愛いトラジの花が咲く。国の歌を愛し歌に支えられて生きてきたこの母親たちの歌心はどのように伝えられていくのでしょうか。今の韓国で知日派親日派と呼ばれることは必ずしもその人の評価にはつながりません。そういう中でキム・ソウン先生は同胞に対し日本への理解を訴え続けてきたいわゆる知日派の文学者です。同時にソウン先生は過去の罪にそ知らぬ顔の日本人あるいは朝鮮動乱という隣国の不幸を尻目に繁栄への道を歩む日本を激しく批判もしてきました。しかし近頃先生はしきりと思うそうです。もう40幾年もの昔同胞が苦しみにあえいでいた頃各地を訪ね歩いて編纂した祖国の民謡や童謡の本のことをささやかな仕事だと思っていたそれらの本がなぜ今も日本人の心を捉え版を重ねているのだろうかと。日本人に対する、
私の知識の持ち方というものは自分のつもりでは、民族感情の先兵のつもりで日本人に知らしめること、それを一つの使命としていたんですが、偉そうに肘を張って、骨格を青を飛ばしてたのがあれは全部青だらけで、何のそういう気もなしに、一つの叙情詩を日本に紹介したことの方がはるかに意味があったということ、今後韓日二つの国の在り方もやはりこういかなくちゃならないのじゃないかという気がするんですよ。この分厚いこの双国の壁を切り崩すためには、温かさというもの、理解し合う温かい感情と、これが最後は勝つんですね。あんなに愛した思い出を忘れはしないでしょう。日本の統治下の36年間の間に生まれたその韓国の演歌っていうのは、いわゆるポンキャ歌謡というのは、技術的なもの、あるいはその形式的なものは日本の演歌から発生したものであるけれども、元のオリジナルを越した、そこから離脱した新しい形のものに変貌して、ですからこれから先もですね、韓国のポンキャ歌謡あるいは演歌というものは韓国の歌の一部としてですね、あの新しい形のその生命力あるいは表現方式を持って延々と続いていくんじゃないかと、日本の演歌とともにですね。優しき花影、宝泉が咲く頃、初めて恋した乙女の瞳に眩すの浮き雲眩しく流れる、別れのソウルの南40数キロ、このスウォンの小さな村で事件が起きたのは60年前、あの独立運動の最中です。ジョン・ドンイエさんは事件当時23歳、ご主人は27歳でした。3월초생인데이번때장애를나가더니남포를사가지고와요만세불로먼저죽는데야그러니까大正8年3月、ジョンさんのご主人たちは夜間集まり独立万歳を叫びました。これが発覚して日本軍が出動、厳しい取り調べと拷問の後、15カ村でたくさんの人が殺され、家が焼かれました。사람을죽이면집이나두지집을불태우면사람이나두지그냥이기라고みんなは歌いました。家を焼くなら人を殺すな、人を殺すなら家を焼くなと。奥さんもね、今でもね、その時の恨み忘れないですか。잊어버리긴많이잊어버리지면서도요그저그렇게웃던데이렇게
저녁에 두루누 자다가 부르는 듯이 날리는 日頃は 忘れてますが 그냥 밝히요 夜ふと思い出され 眠れないこともあります ただ Bible にも 汝の敵を愛せ とありましょう 息子に先立たれましたが 今は 7人の孫に囲まれて暮らしています손꼽아 헤어보니 고향 떠난 십여 년의 청춘만을